はい、どうぞ、こんにちは、ノアです。今回はね、こちら、海洋拳悟空ね、4倍海洋拳のアルティメットをね、使っていきたいと思います。性能がかなり尖ってますね、これ。パワーと与えるために戦闘力が、バトル開始時から永続で4倍、必殺確定秘伝無効。必殺発動するとパワーガードが永続で1というね、かなりのオーバースペックぶりで、ございますが、今回はね、ちょっとリスナー君のね、デッキを使っていこうかなと思います。はい、これね、ちょっとね、教えてもらったんだけど、これ強いよ、みたいな。確か10連勝ぐらいしたって言ってたかな。まあなんかね、こういう編成が今強いっぽくって、はいね、この相手が使ってるドミグラとかね、まあロゼブラックはまあ強者領域っぽいなぁ。いやー、わかんないですね。で、まあこのベジータがね、1ラウンド目めちゃくそ守れると。で、まあ最終的には悟空のね、火力で決めていきたいところなんですが、4倍に4倍に 1.44 で合計23倍の火力が最高瞬間倍率で出せます。いやー、これは凄まじいよ。ちょっと強いよ。うわー、出た、それ。アイオス使うと 100% 来るドミグラね。最近すごいね、逆にすげえ。どうやったらそんな引きを当てられるのかがすごい。久々にアイオス使ったんだか。マジでよ。どうやってんねん。あ、でもこれうまくいけばベジータでワンパンいけるな。ロゼブラックがヒーロータイプ。ヒーロータイプのロゼブラックなんだ。あー、でもワンパンできないんか。うわ、キメーマジフリーザ。キモいわ、そのフリーザとドミグラは。最悪2ラウンドでぶっ飛ばせないかな。1、2、3、4、5、6だから、バトスポロードでいけるね、2ラウンド。そしたら乱戦ちょっと使われそうで怖いけど、気力が空になってバトスポロードを使えば、うん、いけるね。次のラウンド戦闘力入って6000しか出ないんで、そしたらここで一撃かましていくのはめちゃくちゃありな選択肢だし、まあ、守るっていう意味でも、まあ、ベジータの1枚出しかな、ここは。いや、このデッキ強そうだね。なんていうか、フリーザだけ最先端に、乗りますか。いやー、どういう感じでちょっと決めよっか。最悪ね、その悟空でも一撃かませばね、吹っ飛ばせるんだけど、相手の体力。まあ、倍率無効とかはさすがにないと思うんだよね。はい、ガード1にされてからの2倍にされて、クラッチング怖いな。まあまあまあ、やっちゃおうか。これはできる限りチャージの速いところ狙う。まあ、こいつ気絶狙いに行ったところでなんで、そうですね。あ、でもそしたらここかな。それかこの得体の知れないロゼブラックあたりをちょっと狙いに行きますか。多分逆転の一手だと思う。あ、しまった。これ逆転の一手だわ。うわ、気づくの遅すぎた。逆転の一手か、お前。逆襲ん、逆転の一手。うわー、バカこいったわー。マジでやらかし、やらかした。マジやらかした。削ったら負けゲーだった。いつも一瞬なんだよね。あとちょっと気づくのが早ければ。いや、これは何がね、ダメかっていうと、逆転の一手、どっちだっけ、名前忘れちゃったんだけど、体力半分以下になると気力超ダウン、次のラウンドするんで、こっちがバトスポロードでも戦闘力が出ない、負けます。うわー、マジ押しすぎた。うわー、押しすぎた。ほんとあと一瞬だったな。僅差、読みの僅差。強者領域じゃないよ。つうか、じゃあ強者領域のロゼブラックってあれじゃん。よく考えたらエリートだわ。まだまだっすね。まだまだっすね。自分も読み違い。やっぱりさ、こっち人造使ってるし、ちょっと心理的盲点でさ、なるよね、その思考に。強者領域入れられるっていう思考で、ロゼブラックの強者領域使ったからさ、自分はあれかなと思ったのよ。でもとりあえずこれ死にはしないんじゃないの。死にはしないね。うん、一応。いや、これもう乱戦の一択だな。ラウンド開始時記録超ダウンかけられるから、アイオス回復した後に記録そがれて、国威でその後に記録3本回復しても3000対6000、戦闘力が3000対6000で次戦闘取れない。だからバトスボロードかけるだけ損っていうね。なんかいいですね、この読み合い。なるほど。そしたら次の相手のアプリが、戦闘力キラーか、ミサイル、いや、ミサイルはないな。
なんでしょうね、まあ、自分だったら自分がね相手の立場であれば次のラウンドを乱戦張るのよ。なぜかっていうと、まあ、僕乱戦使うじゃないですか次で、それを読んで乱戦返しっていうね、この無駄のないさばきというか、まあ、それを決めに行きますね。でもしくはこっちの倍率を全部消してくるかどっちかなんだけど、いやでもこれで一撃かますから、でここ相手押してこないのよ。これみんな思ったでしょ、ベジータ決めなきゃいいじゃんって思ったでしょ。いやーマジでこれは押してこないでしょ、押して、はい来ないね。じゃあ押してこないんだったら押します。でもなんかちょっと思ったよりダメージが入ってないのはなんでなんだろうね、ちょっとよくわかんないですけど、もしかしてパワーがないとか。いやーこれでさ気力がね減らなければもう全部解決なのよ。あ待ってこれ半分いかなくね、なんでこんな弱いの。あ待ってこれ相手やらかしてんな、チルドでパワー1にされてんもんね。あ来たわこれ、多分いかない半分てか行くな、おっしゃ来た7272きたー、逆転発動しない、よっしゃバトスポロードいきます。クラウガイ、あ来たこれ、相手これさ乱戦張ったら多分一番得策だったと思うんだけど、なんか先行を取りに来たね、7000制御でしょ。いや1234でチェンジスイッチで56取ったろこれ。あ悟空に持たしたいけどもうしょうがない、それはマジでしょうがない、キースト悟空に持たしたいのは山々だけど、はいもう悩んでる時点で6000だよね。これチェンジスイッチは、おなんだ何してんの、一番出し？これ何？あ、相手うめえわ、うめえことしてきた、それはうまい、これ多分1枚出しでしょ、8？ あ、来たこれうまいな、それうまいな、頭いいわ、腎臓のアビリティ発動しない、それは頭いい、いやさすがはランカーといったところですね。なるほどなるほどなるほど、やりたいことが分かったと、いやそれは頭いいわ、しかしそれを打ち砕くのがこいつじゃないの、これなんだっけ必殺ダメージ4倍だった、あーまたやるじゃん。でこの悟空が多分パワー1食らってないんで、今食らったのがアバターベジータ悟空の戦士かな、で、まあ、1枚の下確かに腎臓でパワーもらえないけど、その代わりこのね半分にガードがなったところの1枚出しになるんで、結構転送とかも入るし、まあ、ダブルとか龍拳も硬いところにね入らないっていうのは結構いいんじゃないかなと。この時間を僕にちょうだい、ザ・ワールド、さあどんぐらい入るこれで、おいいダメージこれなんか知んないけどって、あれ4000はちょっと入りすぎっすね。いや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 、これはもらいたい。カードアクションが、まあ、キースあるんで何発あんのそれって1234発、多分4発ぐらいあるはず、4発あれば落としきれそうな感じっすね。うわーキモいな、2連ミラクルはマジで本当出過ぎだからね、時の鍵のキース王道のミラクルもマジで出過ぎ、これだからアイオスなんすよねこのゲームは。これ今のだってアイオスね発動してればねあれだったじゃん、はい決まったっしょこれ勝ちゲート、大変ありがとうございました。まあちょっとこれはもう一回やろうと思ってるんですけど、あのねめちゃめちゃ中身の声バトルでした、ね、いやこのね一瞬にして、いやベジータが半分切らなかったのもね偉かったし、あこれ突然刺さないかな、あでもアイオス行きそうなの、いやベジータのあれナイス調整、あそこでバーストぶつけたらねパフェ出したり、もっと言ったらあそこ押さない方が良かったんです、実はチャージのさ押しちゃうとダメージが最大で発揮されちゃうから、あーいいねテクニカル飛び感じだよこれ、でミラクル出たらさダメージ 10% アップするじゃん、だからあそこ完全に押さないのが一番の正解だったんですけど、まあしょうがないですね、はいということで、まあ、ちょっとね逆襲の一手、いや 100% だと思うんだけど、そうちょいちょい増えてます、あのですねやっぱりラウンド開始の記録ダウンがねめちゃめちゃ強いというところで、あれプラスバトスポロード制覇アプリとか
まあ、魔人ロベルもね実は逆襲の一手かなあれ持ってて、あれもねちょっと使おうかなって思ってるんですけど、はい、まあ、とりあえず今回はゴマスさんの前傾の一手でフィニッシュと。これ悟空海洋拳で決めなかったのが逆にこのブーストが上がってよかったんじゃないですか。7800ダメージ、あー強いねやっぱゴマス。これ貫通だったのかな、わかんない、ゴマスなんか貫通っぽいダメージ、はい、ということで、わー楽しかったっす。ということで、まあ、悟空海洋拳 の, この戦闘力4倍も何気にねみんな見落としがちなのかなっていうのもねちょっと感じてはいるんですけど、はい、ちょっと違う編成も使ってみますか。やっぱりこの編成強そうなんでサイヤガールに変えてね使ってみようと思います。2連続ドミグラセルマックスビースト、何これスーパーヒーローがすな、うわ待って、うわそれはない、ダブル復活か、うわ強いわそれ、復活封じのゴジータ BM がいないと無理だって、うわマジで何なんこのさ、やばくね、アリオス使ったらドミグラなんだよ、いやひでえマジこれ、これどうしようもねえじゃん、うわーマジダブル復活で3キルされる未来しか見えない、でチルドもいいんだもんね、いやーこれはまあいいっす、大丈夫っす、あの悟空のね強さが分かればいいので、まあ前線はするけどこれは相当きついと思う、つうか孫悟飯ビースとか3ラウンドでこいつ出せればいいんだけどね、あ、そうする、待って待って待って、なんとかなるか、いやでもビーストで来るともう限らんよな、もうなんでアイス使うとドミグラなのマジで、必ずドミグラじゃない、復活封じないよ、アイスしかないよ、でゴアス2で下げても3ラウンドで先行取られちゃうもんね、チルドいるから、なんかねえかなマジで、いやこれは運の悪いとしか言いようがないです、ドミグラってそんな来ないから、うん、2回連続とかしかもアイオス使ってる時にそれは絶対ないんで、まあ、もしかしたらアイオスでの復活対策はもうやめた方がいいのかもしれない、ダメだ、まあどうせこれだったらダメージ食らないでしょでしょ、で悟空が出てくるから、うわービーストのままだわ、いやちょマジできついわそのデッキ、ほんとそれ強いな、てかゴジービム捨て去ったその編成強いな、最近やっぱデッキ相性ゴリゴリで出るからこういう感じの何かを捨てるっていうデッキ強いっすね、多分これでも流星はいけんじゃん、でまあもうこれ意味ないけどやる一応、いやまあ意味ないんでまあ誰でもいいです、はい、あーで次はまあバトスコロードしかないか、スコロードしかないね、 あそれかこれさミスったわ、アイオスの消えそうだったじゃん、うわまた気づくの遅いやつ、また気づくの遅いやつこれ、うわアイオスの消えそう取るかった、悟空少年期にぶっぱなんてばワンチャンワンチャンありましたね、つうかこれやばいんじゃね、ワンキルされね、ベジータ気絶したら、あーでもバーサーカー連携で気絶しないもん、あーじゃあ大丈夫か、いやそれかベジットで気絶してそこにビースト刺さると終わるんだけど、まあ大丈夫そうですね、いやこのなんか目に見えた負け試合ちょっと嫌だな、きついね、せめて火力が見れればいいんだけど、悟空のいやきっちーはマジダブル復活は、あーヨスのキーストドロップ打てたよね、そういえばね、いやーちょっとダメだなマジで、こういう固定観念にとらわれてる、しかも気力ちょっとヤバくね、これもう7000しかないじゃん、あまあバトスコロールでもいいけど、どっちかしかないよね、それか3ラウンド、あーでも無理か、いやージルドにキーソード刺したところでって感じだもんね、あてかこれもともとあれじゃん、
相手がさチャージ押してこないですよね、押してこないんでアタッカー出したら悟空で終わっちゃうのか。じゃあアイオスの1枚出しが正解だったっていうと、でもそうでもないんだよね。そしたら次ワンキューされるから、え、これズビゲームしかしたしょからアイオス出してもこれ1枚出しいけないでしょ。で守れないじゃん。で相手が出てきてこの編成でやられて死ぬっていう。あー、じゃあ、まあいや間違ってはなかった、間違ってはなかった、うん、1枚出ししないと死ぬから。まあこんな感じでね、火力がすごいんですよこれ。リンクも当てててパワー2倍っていうね、まあ火力はすごいんですよ。ただね、復活の前ではね何の意味もなさないんで、うん、そっか、2ラウンド分また強いし、あーでもあったところで先行取れないしな、むずいわマジで復活デッキ。はい、とりあえずね花を飾りたい悟空で、悟空で花を飾ろう。はい、てかもうこれ多分3ラウンド差はいかないんで、ですね、まあこれはしょうがないです、こういうのは、こういう事故はしょうがないんで、こいつの火力をね今回は見たいだけなんですよ。そう、それや、それや、じゃあ51スタンプ運営していきの、まあ、悟空海洋系できっちり決めよう、ここはね最後、うん、決められれば問題なし。ちなみにこれね倍率で言うとね今すごいですよ、悟空海洋剣がね、さっきの23倍に超えて 1.7 倍がかかるんで、そうなると38倍ぐらい、もうねすごいです。ここまで来るとねもう悟空剣すらも貫通するレベルでね。さあ相手がなぜか悩んでいる、いやここ悩む盤面じゃないはず、悟空衝撃下げて、はい、まあそうだよね、うわーマジ悟空少年期にやられたわ。あれでも時の力ドミグラと合わせたら強いわ、確かに強い強い、その編成はマジで。だってこれアイオス無意味だもん、アイオス無意味じゃん。でこれ完全にまくれるのって復活封印アプリか、まあ、ポジビルか時の海洋神ぐらいっすよね。なるほど、いやそれは強い、それは強い。あー、ベリティ封印、どうだろう。いやーチルド寝かすことないもんねこれ。だってチルドにロックしても復活で起きるから、あ、そもそもドミグラで気力回復するから無理か。あーなるほどね、あドミグラそうだよね、2倍ダメージにしても別に死ぬデッキだからいいみたいな。うわ強いわそれマジで。まあ、とりあえず相手のライフ1なんで、はい、これはね、まあ、一撃で終わらせられるんですけど。そうか、いや2回連続すごいね、フリーザ、キャンペーンとは思えないやつ、 あいつアルティメットだから、みんな勘違いしないでほしい。あのね、あのエリートタイプのフリーザーで UR、 下手な UR より30倍くらい強いんで、おっ、かっこいい。ああいいね、やっぱこれあ、完全再現、あお、すごい、フリーザでよかったなこれ。カンスト、はい、カンストね、すごい貫通乗っかってた今の、多分貫通と 1.7 倍全部乗っかって今のダメージみたいな感じだと思うんですけど、まあおそらくなんですが極円でもね、まあ、それなりに飛ばしてくれるんじゃないかなと思ってて、まあ、今のが完全にその極円かかってたとしたら9割減じゃん。で9割下がっても、まあ、1番ぐらい回復できるという計算で考えれば、いやーすごいですね、極円ですらもね吹き飛ばす破壊力。ちょっと極円でどんぐらい出るか見てみたかったんですけど、これ3倍だっけ。あー、じゃあもうこれで気持ちよくやられますか。はい、これ負け確なんでね、ちょっとまあテクニカル献上して負けよう、これはもうかわいそうだから。はい、ということで、レベルダウンしてしまった。いややっぱ復活ドミグラは強いと、はい、一番強さなんですよ。はい、これ乱活してもちなみに次先行取れないんで、そうちょっとね初めから負けるのは分かってたんだけど、こいつ強いね、これと復活を合わせられるとマジでどうしようもない。で、復活封印アプリっていう話をさっきしたと思うんだけど、あれ使うと今度は先行が取れなくなっちゃって、いやむずいよねそう考えると。
ちょっと今後の立ち回りが難しいんで、やっぱり、まあ、復活封じアプリ使うんだったら、5月じゃなくて、戦闘力2000制限とか、女場のね、5000制限かけて先行取りながら、復活封じをかけるっていう戦い方がいいと思うんで、ちょっと今の時代、アイウスだけには頼れないですね。はい、ということでね、ちょっと時のね、朗読、これがね、2連続でね、まさかの封印されるというね、アクシデントがね、起きましたが、はい、まあ、今回はね、まあ、この海洋剣悟空の強さはね、存分に発揮できたと思いますので、はい、これはこれで良かったです。ということで、いや今回もね、ちょっと一勝一敗ということだったんですが、まあ、女場でもね、十分強そうなね、編成だったんで、まあ、ちょっとこれおすすめです。はい、まあ、アイオスね、別に封印されなければ、まあ、復活対策はできますので、まあ、今ね、やっぱり少年期とかの悟空ですごい復活流行ってるから、まあ、皆さん本当に復活対策ね、お忘れなく。ということで、今回の面白い事件はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。